マッチ棒パズル。正しい等式を作るノートレイが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は7-6=1 となり、正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は3+2=5となり、正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は15-6=9となり、正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6+4=7+3=10となり、正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は18÷2=3×3÷9 となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は7÷3+6÷2=7となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。